どれ全然取れた。俺が作ったやつだこれ。半分俺が作ったんだ。半分は種苗会社が作ったやつ。あとは俺次第。うまっ。うん、食べる。うまっ。食べていいじゃん。そう、いい食べる。何それ。立てかけと。ナス。何のまじないだかな。ちょっとやめてくれ。それ、洗った？はい。うん、全部うちで取れたやつ。ちょっとやめてくれ。汚いよ。ナスビも、うん、ナスビも全部、ズッキーニもピーマンもうちで取れた。うまい。みーちゃん、はい、お箸。くーちゃん、はい、お箸。はい。うまい。あ、食べられている。ナス？うん、陶器に向かれている。ありがとう。ザ。お。あれか。日本いないわ。ああ、お皿、うん、大きな日本いないわ。ガチでちょっとパラリンピック見てみるか。見たことないからな。今日ブラインドサッカーすごかったよね。見えてないのに。あ、そう。ゴーレミーミー、うまっ。くーちゃん、ほら何してんの、みーこは。あ、ありがとう。はい、みーちゃん。パパ、みーのお皿、うん、肉がまだろう。うん、ポン、ピピ、うん、くーちゃん、ほら野菜食え、野菜野菜食えるようになったやつが勝つから。取らないで。みくーちゃん、ほら、これやんな。みーちゃんにやって、これくーちゃん、これ。うん。やだ。今うまっ。これがいい。みーみーの。みーみーの。ちょうだい。なんしたの？そっちにもこっちにもあるんだから、一枚ずつ使いなされ。だべ。ほら、くーちゃん。ぶーぶー。べ。べ。ミミの大きいね。うん、うまっ。おいちゃん、丸ナス。丸ナス、何？ナスビが丸いの。生ナスじゃない。ベーナスのやつ。うん、ベーナス、うん、ベーナスと長ナス混じってる。混じってる。このタブレット椅子の上に置いたら踏んじゃうよ。これベーナス全部。クニ、タブレット椅子の上に置かないで。上。うん。で、下。ナスうまい。これだけ。これズッキーニ。ちょっと取れたやつ。はい、取りたては美味しいよね。上ってやんない。植えてやんない、植えてやんない、植えてやんない。じゃんが食べるか。うん、なんなら食べれんだ。ナス食べるか、みーちゃん、ナス。ピーマン同じやつだ、みーちゃん。いただきます。うん、それは食えるんかい。これ、ご飯にかける。もう美味しいでしょ。フェッシュ、うん、あそこ、
これいらない。もう1枚。うわ、誰か。あと2枚。ね。うん。ここにトマトさんも食べて。あら、今、今。これどうすんの、これ。おりゃみーちゃん、どうぞ。おりゃ、はい、食べていいの？うまっ。みーちゃん座って食べてみる。これ食べた、食べた、まだ食べない、食べてから、うん、感想言えや、ちょっと、うん。俺が作ったホワイトコーン、いい出来じゃない？うん、うん、おいしい。うまいでしょ。いい出来だと思う。食べちゃってる、食べちゃってる。おいしい、うん、いいの、うん、うん、うん、なんかあんたね、え、風だわ。結局、あれ、テーブルームか、風、うん、ピーマンの浅漬けうまいな。お母さん、ご飯いいよ。ピーマン、うん、これ、キュウリじゃない？ホワイトコーン、うん、黄色いのはないの？作ってない。ホワイトコーンの方が甘くない？甘い。ただ、粒が小さいよね。まあ、プロではないからね。そういうことか。あれかけてた、まぜまぜして食べてみよう。やだ、ま、塩かけるの？じゃあピーマン一つ食べたら醤油持ってきてあげる。やだやだ。じゃあキノコは1枚。キノコさん1つ食べたらいい。いや、これ一口食べたら醤油持ってきてあげる。やだ、今日は自分で取ってきてください。うん、子供に中華は馴染まないね。みーちゃんがこれでチャーハンとかにしたら食べるんだけどね。うん、怒てる、怒てる。これ一個食え。これまあうまい。これ一個食え。乾杯。みーちゃん醤油もこれしかない。乾杯、乾杯。うん、美味しい。うまっ、うまい。俺が作ったんだこれ。ないの？はい、全部かけたよ。美味しい、美味しい。うん、じゃあ斜めにこうやってな。うまい。が入ったお風呂で作ったピーマンです。なこと言わないでって。何のお風呂だって？お風呂の水で育てたピーマン。本当？そういうことだよ。本当？生きるってそういうこと。座ってお食べ、うん、はい。今年はそろそろ怒られるよ、みーちゃん。あー、お水がみんな使って水道量が結構なるんじゃないかって言ってたよ。シャワーも結構高くなってこと？高くなるんじゃなくて使わさせるんですよ。食べなさい、座って食べなさい。鼻とかそういうのにやる、ね、今年はすごい熱、うん、暑かったから。いや遅かったもんだって。ナスもサンタ君のとこ全滅だったよ。ナスも水やってないの。サンタ君風呂がまねえから。シャワー、そう。じゃあ外で風呂なの？誰？サンタ君。はい、どうぞ。
あれ、ゴエモン風呂だけだった。ゴエモン風呂巻きで分かるの？どっか行ったら一回入ったことないよね。はい、ゴエモン風呂、あの人、あの下が熱いじゃない、鉄板低いやつでしょ。板敷いて、どこの、どこのうち行ったらどうだろう。お客さん、やけどしとったな、サンタクロース。ここ、がっつりやけどしとった。うん、暑いからね。うん、ツナ買ってきてもらえばよかった。したら、クッキーニを、どうにか。みーちゃん、そのトウモコシもみんなのお風呂の水で作ったんだよ。おいしいね。中に入れて。うん、お水かけた。ねえ。女子だね。お前は理科を理科を俺から勉強することによって、小学校3年生で中学校2年生の勉強できるの。SDGs 知ってるか？知らないやろ。教えてやるよ。うん、みたい。うん。同級生が何も知らないことを俺が教えてやる。行くぞ。今先生なんていう名前よ。佐藤な。うん。佐藤先生。佐藤先生。佐藤先生いろいろ頭いいから。シャワー。ん？シャワー。シャワー？シャンワ。あ、ちゃん。ちゃんわ。酔ってんのか。佐藤先生、お前に1万円をくれるか？くれないな。俺はお前に1万円をあげるんだよ。そうだっけ？ 200 円しか私出ない気がする。1万円持ってこい。え？お前に今くれてやるわ。お酒飲みすぎ。なあ、そういうことだね。1万円やるから俺の財布、うん、お、1万円あげるから俺についてこい。佐藤先生以上の知恵をお前に授けてやる。ただでもないか。ただでただ？どこが？学校？ただより高いもんねってお前俺に言ってたやんけ。足ない人かな。みんな足が使えないんじゃなくてないのかな。ないんだ。おめん。でまあ、米チンするわ。ガガガガ。ないのよ、ご飯。誰？みちゃん、ほら。なんで私にくれん？くれんやん。ごめんな、くれ。みーも？俺、米食ったら死ぬから。そう、これでもかというもの食べてるじゃないか。また走ってる。俺が？復旧車、消防車か。火事だったの？火事かな？火事じゃない。また火事？醤油使う。ああ、くんちゃんほら箸落ちる。え？あ、醤油使います。火事か。おそらく古びらだねこれ。古びら？古びらかどっかの別の地区の消防車ね。あれ？醤油ないわ。ない。うん、なんだと？うん、使ったよ。
耳使ったじゃん。これで焚き火だったらウケるな。焚き火じゃない、このあっちの方行ったよ、まっすぐ海、お母さん、うん、海かわかんないけど、はい、海の焚き火ぐらいお前許せやな。お前行けるかけやろが。食べ物食べ、こんな時間に海難事故はないだろうね。うん、泳いで溺れたとかっていうのはどうだろうね。いや、あれだ、すまんに、だって俺結構あの時さ、余一で何台あんの、うち行ったと4台、余一全部あれで4台行くんだから。バカがよ。あったよー。で、その時警察に言われたのが、あの、お浜で焚き火したら通報してください。協力してくださいって言われたの。あ、ほんと？うん。誰がするかよ、バカもん。ちゃん、おばあちゃんち。ん？ん？おばあちゃん家に行くときに何か捕まってる人いた、うん、あ、そう、スピード違反だわ、スピード違反そう、スピード食べてると話しかけてるで、覚える食べてるこれね、もっとこっち側の方も取り締まればいいのにね、煽られた上に怖い抜かされ方をすることあるからね。うまいしょ、ナスも。ナス食えよ、お前。一本。でかい。いや、いけいけいける。食ってみ、うまいから。俺もナス嫌いだったけど、大人になるってことはナスを食えるってことだから。俺乾杯。見て見て、見て。ちっちゃくない？うまっ。サンもちっちゃくない？サンも。まあ、見ろ、うん、柔らかいし、うまっ、やばいよ、なんでこれもナス嫌いなんだろう、なんでもカンタン嫌いだったようにだよあ、やばいわ、なんでうまいじゃん、こんなこんなうまいもんないよ、これにしろ交換しよう、美味しい、だけどこれでやばかったらふにゅふにゅしてるからじゃない、いや、これうまい、あー、待て消えたよ、消えたよナスぐらいうまいもないわ、いや、俺ピーマンもナスも食えたで、あんたがあの、旧当たる家でさ、食ってたジンギスカンでナスもピーマンも食ってたよ、俺ピーマン騎士が言ってたんだよ、あんたのことね、そうか、特にピーマン、ベーコン炒めにすると好きだよね、はい、ピーマンどうぞやっぱり醤油かけすぎた、だけどまあいいや、うん、食べれる食べれる、醤油ピーマンいった、おうおうおう身もかけすぎたんだいや、むせるぐらいかけんなや、醤油ピーマンうまいでしょ、俺とお前が作ったピーマンだ大丈夫、お水持ってこっか、お水ないの、どうだ、あー食べた、うまっ、うまいな、うわーい、いく、素晴らしい、いや、やっぱり息がいいし、おいしい、おいしくパンパンだもんだってな、おいしくできてたっくり掃除だよ、みーちゃんと撮ったんだよね
ピーマンかわいいって言って取ったのにね、私食べないのね。何キノコ食べるの？いや、俺あんたからピーマン吉が言われたんだ。そうだっけ、うん、ジンギスカンでマサオと初絵が。いやピッチもらっといで。汚くない、俺なんの、俺から生まれたんだと思うよ。ECU ってどこ？知らない。デカートだよ。日本いない、うん、アメリカもいない、うん、これは、うん、いや、うまっ、に食べなはれや。あれ、うん、これはいらない。あ、メイちゃん畑行った時1本食べてるもんね、トウキビね。腹パンパンね、うん、立派なやつね。ズボンの中に何うまっ米なんでズボンの中に米入る、うん、よし、出たミミこぼしてる、めちゃめちゃ、うん、うん、うまっ、おいしい、ナスがな、食べな、これナスバンバンできるわ、これから。10月に遅かったで、今年。そうだね、いつも遅いけど、いつもにばっかけて遅いもんね。温暖化なんだな、ナス寒い時に育つから。え、冬の日？うん、そこまでじゃない。おぉ、 20度以下で育つの、ナスは。あ、そう、30度だもん、だって。で、サンタ君の子は全然ダメだったんだ。どうかった、うん、うん、あの人は水やりないから。サンタ君ってお金何円あるんだろう。ん、サンタ君ってお金何円あるんだろう。ん、ちょっとお風呂、後でな。そういうことはいいか。後で。なんか僕の忍耐のスイッチ触ってるのに。誰？ミミちゃん？うん、きれいに食べた。うまっ。あ、おいしいおいしい。ズッキーニうまっ。ズッキーニもおいしいし。まだあるの、ズッキーニ。なんぼでもある。あの、汁吸わないね。ここのテーブルに乗っかってるやつ。あ、ミーム。ダメ。あ、うまい。野菜うまい。取れたてうまい。いいことだ。うん。感謝せよ。うちの親父なんて何もやらなかったんだよな。働いてたからね。野球ばっかり、野球と麻雀ばっかりだよ。みんな作ったんだけど食べないから、結局は食べる量って知られてるっしょ、作っても、うん、だからでもあいつ野球と麻雀ばっかりだって。いや、お父さんはもううちの中のことはあれしないもん。家庭菜園好きな人と好きじゃない人がいるから、スポーツ好きじゃない人と好きな人いるのと一緒でしょ。俺の勝ちだな、そしたら。ヒロシを超えたな、俺はな。それは、そう思わない？ヒロシは超えて、ヒロシ超えたろ？勝ち負け、勝ち負けはないと思うけど。いや、あるんだよ。あんたの中ではあんだろうね。2億だぞ。じゃん。それとお父さんのことが大好きだったお母さんと別に勝ち負けに関係ないから。あるから。苦労したでしょ。もう、うん、この人仮縫いとかね、ずっと洋裁雇ったからね。好きだったしね。みーちゃんだわ。何が？背中に米粒ついて。
はい、ギリギリの場所に置くな。違う、ごめん。え、みーちゃん、痛い、首絞めないで。みーちゃん、首絞めないで。やれ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 もうみーちゃんはきっかんこだ。やっちゃうぞ。だって相手はだって俺しか産まなかったけど、俺3人作ったから。勝ちだろそんなもん。勝ちだ勝ちだ。勝ちだろ。もうめんどくさいから。痛たたたたみみ。コリコリ一緒にしちゃおうか。なんならあんたのお父さんにも俺買ってるからね。いただだ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 だ。そう、そうかい、そうかい。これで何する？いただだだだだだだ。はい。みーちゃん耳痛くなる。みーちゃんの声。やり投げるのに。みーちゃん。はい、だ。やり投げだ。はい、ご質問しますか。はい。はい。はい、だけって。ごちそうさまでした。美味しかった。俺の勝ちだ。